千原美里、千原美里、千原みのり、11月18日隊は、日本の女性声優、歌手、ナレーター。ホリプロインターナショナル所属、所属レコード会社はランティス。公式ファイクラブは、エムスマイル。栃木県宇都宮市出身の埼玉県育ち。身長158センチメートル、血液型は B 型。愛称は、みのりんなど。 代表作に、鈴宮春日の憂鬱、長戸き役、南家美波千明役、教会の彼方、なぜびつき役、響け、ユーフォニアム中世子香織役、アイドルマスターワンフォーオール、レーネ役などが代表曲に、パラダイスロスト、ターミネーテッド、優しい忘却などがある。中学時代は漫画家を志しており、当時はお小遣いを貯めて、 画材を購入しては漫画を描き続けていた。進路を相談する三者面談では、漫画家になるから高校へは行かないと言い張り、担任と母親を困惑させたという。それほど熱い思いを抱いていた漫画家への夢だが、中学三年の冬に恋愛ものの読み切り短編を描き上げ漫画誌に投稿し落選したことがショックで、それ以来志すことをやめた。デビューをしてから、 漫画は描いていないようだが、デビュー当初はブログにイラストを掲載するなど、絵の腕前を時折披露していた。歌詞を志すきっかけとなったのは、高校時代の学園祭。仲の良い先生に頼まれ学園祭のカラオケ大会に、急遽参加することが決まった茅原はややながら、出場したが優勝を果たした。すると歌い終わった後に、他のクラスの話したこともない女子に、 あなたの歌声に感動したと笑顔で言われたという。高校卒業後は歌手デビューに向けてオーディションを受け続けていたが、なかなかチャンスをつかめず、期間を決めて養成所に入所。しかしオーディションの最終選考までは進んだものの、デビューには至らず、養成所の卒業が迫っている中、ちょうど同養成所内に声優タレントコースが開校することに、スタッフに かや原の性質もキャラクターも独特だから、声優としてお芝居を勉強するともっと幅が広がると思う。今の声優はいろんな仕事をしているから、あなたのやりたい歌の仕事にも繋がるかもれないと誘われ、悩んだ末に声優タレントコースへの転嫁を決意し、声優としての勉強を開始した。そして、このオーディションでデビューが決まらなかったら、 人生を考え直すと覚悟決めて挑んだ作品のオーディションで合格。2004年春、念願のタレントデビューが実現した。デビュー当初から現在まで茅原をマネジメントしている、マネージャーの瀬野大介はもともとこの妖精で声優タレントコースのスタッフをしており、茅原の声優デビューとともにマネジメント担当となり、2017年のフリーランス転向まで13年間マネージャーを、 担当した。デビュー前に、コーダマリコのラジオ番組にアシスタントとして出演していた際に関わりのあった音楽プロデューサーにデビューを記念してアルバムを1枚作らないかと提案され、2004年12月にキングレコードよりアルバムヒロインをリリースし、長年の夢である歌手デビューも果たすことになる。しかし、継続的なリリースではなく単発のリリースだったことや、 当時イベントやコンサートを数多く打てない事情があったことから歌手活動は2007年ランティスにて歌手活動を再開するまで事実上休止となる人気が急上昇するまでの間は仕事の確保にも苦労しファンからの新曲を熱望する声に応えるためにギターを習い秋葉原で路上ライブを行ったりマネージャーも必死に営業を行うなどまさに 海水の陣の数年間だったという。結果、鈴宮春日の憂鬱への出演が決まったことが、きっかけとなり、人気が急上昇。同作の音楽プロデューサーであった、ランティスの斎藤茂とも出会い、右与曲折を経て、ランティスでの歌手活動再開に至った。ランティスでの歌手活動を再開してからは、声優として活躍する一方で、音楽制作とリリース、 ライブ活動が継続的なものとなり、声優アーティストとしての格好たる地位を獲得。日本武道館や埼玉スーパーアリーナなどでの大会場でのライブや全国規模のライブツアーを行っている。2010年度声優アワードでは、優しい忘却で歌唱賞を受賞した。歌手活動再開当初は、基本的にタイアップのつかない。 アーティスト千原美里オリジナルの世界観での楽曲をリリースすることが多かったが、自身初のアニメ主題歌、パラダイセラストを歌って、以降は出演するアニメ作品の主題歌を歌う機会も増えている。 2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2012年2013年、2014年、2015年,年、2016年、2017年、2018年、2019年。姉と弟がいる野球一家の中で育ったと、自ら語ったほどの影響から、高校野球観戦など野球好きで、 高校時代に野球部のマネージャーをやっていたこともある。また、夏の甲子園で優勝した大阪桐蔭高校を祝福する内容でブログを書いたこともある。また土壇場での劇的な展開が多いため、高校野球の方を好むが、プロ野球で好きな球団は、父親の影響で読売ジャイアンツである。中学時代は、ソフトボール部に所属し、レギュラーを張っていた。 打順は2番で、スイッチヒッター、ポジションはセンターである。部の監督を今でも尊敬しており、父親が勤務先を知っていると聞き、帰省時に会いに行ったことがある。その時は、当時発売されたばかりのアルバム、パレードと自分が関東病死特集だったピックアップボイスボリューム13を手土産として持って行った。また、中学時代に、紅れないみゆなの、 ペンネームで描いた漫画、あなたからのホワイトクリスマスは、有料放送のラジオ番組おしゃべりやってまーす。木曜日の放送内、内容を再構成して新たに、ラジオドラマ化をする、コーナー企画にまで発展した。趣味は、ギターの演奏。自分のアコースティックギターに、ゴー君、レインなどと名前を付けて、大切にしている。 工術のストリートライブにおいてはもちろん、ライブの席上など人前で弾き語りを披露することも、ある。本来歌手志望であったこともあり、養成所で勉強するまでは声優になるイメージが、一切湧かなかったという茅原であるが、自ら発言した、千原美里は声優であって、歌手でもあるという言葉に象徴されるように声優の仕事も、歌手の仕事も、同じくらい、大切にしている。 2004年12月9日からは自分の存在を少しでも人に知ってもらえるようにという思いから公式ブログを開始し以降約15年間ほぼ毎日更新している。初代オフィシャルブログマイナースムは風の日害外基本的に毎日1回更新を継続させていたその後事務所遺跡に伴い2013年3月30日をもって更新を終了し翌日より 新たなオフィシャルブーム、スマイルデイズ、ホリプロインターナショナルへの一席後2019年6月6日の更新を最後に、ジュゲムでもブログ更新を終了し、LINE ブログ、千原美里オフィシャルブログに移行した。2016年より、インスタグラムの更新を開始。また2017年以降、スタッフのツイッター上に不定期で、千原本人も投稿している。2019年6月には、 ラインブログ解説とともに、ライン公式アカウントを開設。きなこもちのチロルチョコを愛しており、きなこもちのチロルチョコ普及委員会の委員長と、自称している。きなこもち以外にも新商品が出た際にはブログで、紹介し感想を述べたりと、日頃の言動からも、チロルチョコへの愛の強さがうかがいしれている。かねてから、チロルチョコとの商品の発売やコラボレーション。 CM 出演を強く熱望する発言をラジオブロック等でしているが現時点で実現には至っていない。企画で福岡県のチロルチョコ製造工場を見学したりファンクラブイベントでオリジナルのチロルチョコを配布したこともある。好きな食べ物として茹でたエビをはじめとしてサーモンカボチャアボカドをあげており特にエビに関するネタがブログでたびたび用いられている。 こよなく愛するアーティストとして、尾崎豊を挙げている。存命中に曲を聴く機会は、あまりなかったものの、死後にテレビなどで聴くに及び見せられて、アルバムなどを買い集めるようになったという。声優、歌手として、仕事をすることに反対していた父に、尾崎豊の代表曲である、卒業を歌って聴かせたところ、考えを改め認めてくれたというエピソードを、語っている。 他にもビーズが好きで、ブログやラジオ、千原美里のラジオマイナースムでも、たびたび話題に上っている。ボーカルの稲葉博士の実家である稲葉化粧品店に、赴むいて、商品を購入したり、ブログで誕生日を祝ったりしている。以前は、ファンクラブにも入会していた。また、稲葉の代表的な格好でもある、タンクトップは、男性の格好の中でもとても好んでいる。 さらに2014年頃より、玉木浩二のコンサートに頻繁に足を運び、玉城のファンクラブにも入会しているという。小学生の時、父親からもらった犬のぬいぐるみ、ムクは今も愛犬とし、大切にしている。業界内でも丸文字は茅原を代表する個性の一つとして有名である。その筆跡はブログボやアーティストブック、ラブレターの中で見ることができる。 手紙を出すことが好きであり、学生の時に友達同士で交換していたところ、筆体が丸文字になっていったとのことである。そのためカタカナが読み間違えられてしまうこともしばしばある。皇筆三段、毛筆四段、毛筆を習っていたのは小学生の頃であるとのこと。アニメ、A チャンネルでは自身が担当するキャラクター鬼頭先生のポエム帳の字も担当している。 福原香織は初めて見た時はカルチャーショックだったという。ゲーム、今すぐ、お兄ちゃんに妹だって言いたい。では、自身が担当するキャラクター三谷歩夢の日記の字も担当している。テレビアニメ、鈴宮春日の憂鬱への出演により知名度が高くなる以前、たびたび秋葉原でストリートライブを行っていた。最後のストリートライブは2006年4月9日である。 アルバム、ヒロイン以来、本人名義 CD を出していなかったが、シングル、純白三口アリーを発売して、歌手活動を再開した。なお、発売記念キャンペーンとして、東京、横浜をはじめ、名古屋、関西をめぐる、リ・バースツーアーと称したものを開いている。2009年夏より、8月第1週の週末に、川口湖、ステラシアターに手にから3日間、 毎年欠か,かさず野外ライブを開催している。開催当初は、サマーキャンプ、通称サマキャンというタイトルで開催。2013年から2017年まで、サマードリーム、通称サマドリと開題し、2017年時点で9年連続で、川口湖、ステラシアターで最多の公演数となる、通算20回の公演を行っている。その後2018年は、川口湖、 公演10周年を記念し、サマーチャンピオンに再開題しての開催を予定。野外ならではの開放感あふれる本公演は、普段では歌われない方角のカバーソングやキャラクターアング、さらには、客席乱入や打ち上げ花火も演目に含まれていることなどから、夏の風物詩として、ファンから熱い支持を得ている。また、会場の特性上サウンドチェックやリハーサルの音が漏れることを利用して、 会場前に公開リハーサルが行われるが、当日の公演では歌われない楽曲も演奏する。上に本人やバンドメンバーも時折会場外に現れるため、会場前から多くのファンが集まり、演奏に合わせてファンが本番さながらに盛り上がるのも、この公演の名物として知られている。公演当日は富士急行の協力により、地元を走る富士急行線とタイアップを行い、 開催期間中に普通列車車両に専用のヘッドマークを取り付け、車内広告や車内アナウンスもすべて千原美里仕様とし、臨時快速ミノり号、サマードリームとレーンが運転されている。2014年には車体側面にもサマードリーム装飾を施した特別車両を運行した。さらには川口湖駅にはライブの開催記念の横断幕と等身大パネルが設置される。 これに合わせて、千原本人も駅に訪れ、電車で来場するファンを出迎え一緒に記念撮影をするとともに、等身大パネルに直筆サインを記入することも恒例行事となっている。町内の至るところに、かや原のポスターが検出されたり、かや原の楽曲が放送されるなど、地元の町民からも熱い協力と支持を得ている。デビュー前から、 日本武道館やドームで開催されるアーティストのライブに足を運び、その度にそれらの場所で千原美里のライブを実現させたいと思っていたという。特に日本武道館への思い入れは強く、ランティスでの歌手デビューから3年という驚きの速さで2010年に日本武道館での単独公演を実現させた。千原本人がデビューしてから武道館ライブを志す。 具体的なきっかけとなったのは2005年1月の水木七の日本武道館公演であるという。また2014年野外ライブサマードリーム2の MC にてもっと絵の会場を目指してほしいと言われることもあるが自分の夢はずっと武道館なのではないかと最近思うと武道館のステージの強い思い入れを語り同年開催予定であったデビュー10周年を記念するアニバーサリーライブの会場としても 本人の熱望によって日本武道館が選ばれた。偶然にも開催日は本人の誕生日である11月18日となり、茅原二度目の日本武道館公演はデビュー10周年と茅原のバースデーを祝福する盛大なライブとなった。太地はメインキャラクターはインターネット配信はインターネット配信、ランティスでの歌手活動再開5発のライブとなる。 2007年11月18日に原宿アストローホールで開催されたアイメロディーみのりちはらバースデーライブ2007以降サポートバンドがついている当初は茅原バンドやちはらみさとバンドと呼ばれていたが2011年2月12日から5月8日まで開催されたコンサートツアーみのりちはらライブツアー2011キーォードイフェクションの会場限定 CD サウンドマジェスティを CMB 名義で発売し、正式名称が CMB に決定した。この名称には、クリエイティブミュージックバンド、千原実りバンドという意味が込められている。2012年3月3日には、渋谷オーイーストにて、CMB ファーストライブが行われ、2017年7月21日には、ギター2名を追加し、同じくオーイーストで、第2回ラブを開催。 かつては、バンドメンバーも固定されていたものの、現在では、ライブのたびにバンドメンバーが変わっている。アイメロディーミノリチハラバースデーライブ2007ミノリ、チハラファーストライブツアー2008コンタクト本、公演追加公演、ミノリチハラライブツアー2009パレード本公演、ミノリチハラライブツアー2009パレード追加公演、ミノリチハラライブ2009、 サマーキャンプミノリチハラライブ2009フィナールカウントダウンライブ2009から2010ミノリチハラライブツアー2010シングオールラブ本公演ミノリチハラライブツアー2010シングオールラブ追加公演ミノリチハラライブ2010サマーキャンプにミノリチハラアコースティックライブ2011ミノリチハラライブ2011フィナールカウントダウンライブ2011から2012 CMB ファーストライブ、サウンドマジェスティみミノリチハラライブツアー2012、D フォーメーションミノリ会、ハラライブ2012、サマーキャンプ4ミノリチハラライブ2012、サマーキャンプ4楽器全社フルコーナーミノリチハラ、バースデーライブ2012ミノリチハラライブ2013、サマートリームミノリチハラクリスマスパーティー2013、ミノリチハラライブツアー2014、 ネオファンタジア東名阪公演ミノリチハラライブツアー2014ネオファンタジア横浜公演ミノリチハラライブ2014サマードリームにミノリチハラテンスアニバーサリーライブサンクチュアリミノリチハラシンフォニックコンサート2015リーニャカーネーションミノリチハラライブ2015サマードリーム3ミノリチハラライブツアー2016イノセントエイジミノリチハラライブ2016 サマードリーム4ミノリチハラライブツアー2017デクザオフェンシブ CMB セカンドライブワンナイトエスレジェンドミノリチハラライブ2017サマードリーム5ミノリチハラライブ2017忘年会チハラミサトイズモ大社ご報の公演 151A サマーチャンピオン2018ミノリチハラデンスサマーライブミノリチハラライブツアー2019スパイラル サマーチャンピオン2019ミノリチハラ、イレブンスサマーライブ2014年のライブツアー、ミノリチハラライブツアー2014、ネオファンタジア以降、バックダンサーが不定期で、単独ライブやイベントに参加している。こちらも CMB 同様、チハラミサと同様ファンから、絶大な支持を受けている。チハラ本人と誕生日が同じである、ちゃんこと、ササベカナは、と、 個人的な信仰があり、茅原がライブでピアノ弾き語りを行うきっかけを与えたというエピソードもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。